聖聖ルテンを司りし女神グレイスフィールよ、どうか僕と共に歩んでください。祝祷術、使えたところで何ができる。生半可な術で体内に打ち込まれた我が血はスティグマだと。マリーの祈りを知った時ついた勲章、神の炎に焼かれた腕だ。よくよく見ればその体、一体どれだけの生産を口に。マリーが僕のために毎日マーテルに糧を祈ってくれた。マリーの日々の祈りは、折れない心はお前に屈しない。そして我が神に誓う。ああ、強い誓いは可能を得やすくなる。だが代わりに苦難の運命に巻き込まれるってのはよく言われる話だ。我が生涯をあなたに捧げる。あなたの剣として邪悪を打ち払い、あなたの手として嘆く者を救う。グレイスフィールの灯火にかけて。グレイスフィールの加護を得たか。惜しい、惜しいな。ぜひ我が陣営に加えたかったのだが、奴に取り込まれたとあらば是非もない。不死神スタグナイト、あなたを倒して誓いを果たせ。若き英雄よ、志半ばで果てるがよ。殺せ。大丈夫、どうすればいいかは分かっている。ディバイントーチだと。グレイスフィールの加護は死者の魂に安らぎと導きを与える。成り立ての神官ごときが何という。アクケレルチオバースターレ。